はい。どうも、こんにちは。ゼッコです。それでは今回なんですけども、aupay market 最大25%還元さ使い方やポイント還元、手軽に買い回り条件を達成する方法も解説ということで、今回は僕の動画では初めてピックアップをする aupay market についての動画ですね。この動画では aupay market に関するお得な情報やキャンペーンについてお伝えしていこうと思います。au の回線を契約されている方はもちろん、そうでない方でも気軽に参加することができますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは 行ってみましょうで、そもそもですね、この a u p a y ーケットって何ぞやって思う方いらっしゃると思うんですけども、まあ、これまではその a u ワウマっていうようなサービスがあったんですが、まあ、これがその名称が変更されて、今現在は a u p a y ーケットというようなストアになっております。で、先ほどもお伝えしたように、この a u p a y ーケット自体は誰でも利用可能なサービスとなっております。 で、実際にどんな風なものがあるのかということで、実際のスマホの画面から見ていただきたいと思うんですが、これは AAP マーケットのサイトとなっております。で、商品のジャンルなんですけども、まあ、ほんといろいろありますね。グルメ、お水とか、まあ、お酒もあったりとか、ファッションもあったりとか。 他にも電子書籍購入できたりとか家電とかパソコンとかも対応してますね。他にもまあ日用品であったりとか歌用品とかまあ,まあいろんなジャンルのね商品を扱ってるという感じですね。で、今回ですね、この a u p a y マーケットがまあキャンペーンを行っておりましてどんなキャンペーンかと言いますと、こちらのキャンペーンなんですが、ちょっと大きく見てみたいと思います。 還元祭エントリー &5 店舗購入でポイント最大25%還元というようなキャンペーンが開催されております。で、このキャンペーンの期間なんですけども、すでに始まっておりまして、2020年の12月18日金曜日から、2020年の12月22日火曜日9時59分までとなっております。 で、今回のこのキャンペーン、買い回りというところがポイントとなってきます。まあ今下にも出てる通り、お買い物特典プログラムに加えて、5店舗買い回りでポイントアップというふうに出ております。今ね、この部分には1%というふうに出てるんですけども、5店舗の買い回りをクリアすることで10、10%分のポイント還元を受けることができます。 でですね、ここからは、まあ、専用のページをですね、まあ、そのままちょっとパソコンの画面が大きく見やすかったので、そこからちょっと見ていこうと思います。まあ、ここにドーンと還元祭25%還元という風に出てますね。で、このキャンペーンでは必ずエントリーが必須となってますんで、ここでログインをしてエントリーを行ってください。まあ、参加する前にですね、事前に押さえておいてほしいところっていうのはしっかりとありまして、 まずここのプレゼント内容っていうのは今回のその特典になるんですが、お買い物特典プログラムのポイントプレゼント、通常のお店からポイントに加え、購入金額の最大10%のポイントをプレゼントしますということで、まず1店舗の購入で1%、2店舗の購入で購入金額の2%、3店舗の購入で購入金額の4%ということで、それぞれの条件をクリアすることで、ここにも出てる通り、5店舗以上の購入で10%まで還元を受けることができます。で、5店舗だからといって、 めちゃくちゃ安い商品を何個も購入してクリアというわけではなくてここにもしっかりと出てる通り1店舗につき1回総額税込1000以上となる購入が対象となります総額はクーポンポイントをご利用いただく前の金額ということですのでまあ本当ね100円200円の商品をいっぱい買ってもダメ,だすダメですよということなので最低でもね5店舗クリアするなら税込5000以上ということがまあ条件となるということですねでここも押さえておいてほしいんですけどもポイントおよびクーポン利用分 の商品金額商品の送料手数料有料オプションギフト手数料等はポイント加算の対象外ですということですのでまあ、ここもねポイントとかクーポンとかね利用する際はここもちょっと気をつけてほしいところではありますで他にも対象外ここにも出てますねチケットや金券カタログギフトカテゴルの商品及びデジタルコードアップストア iTunes ギフトカード Google Pay ギフトカードデータチャージカード等の購入は対象外ということですのでまあ、あくまでも普通に商品を購入してくださいという感じです でですね、まあ最大10%還元を受けるっていうのは誰でもできるんですけども、さらにここのお買い物特典プログラム最大15%というものがあります。まあ実際どんなものかっていうところなんですけども、ここにちょっとクリックする項目がありまして、 ご覧のようにですね、お買い物特典プログラムっていう風に出てきまして、まあ、au のね、回線を契約されている方、そして au の回線をね、契約されてない方ということで分かれます。まあ、僕は回線契約をしてないのでこちらになるんですけども、回線契約をしてなくても、他にもポイント還元を受けることができます。例えば、a u ペイカードを利用することで1%受けることができたりとか、電子書籍を毎月税込み1000以上で1%とか、 もしくはこう、ふるさと納税とかですね。で、僕の場合なんですけども、ここのステージに応じて最大5%まで受けることができるんですが、僕はレギュラーステージなので1%。で、さらに今回は通常ポイント、お店からのポイントで1%まで受けることができるので、まあ人によってはお買い物特典プログラムの還元率っていうのは若干変わってくるかなと思います。で、それを踏まえた上で最大で25%まで受けることができますよというようなキャンペーンとなってますね。まあ若干ちょっとややこしいとこはあるかもしれないんですが、 なので普段からね、au のサービスをフルに利用している方であれば参加する価値はかなりあるのかなと。まあそうじゃない方も全然お得になるかなと思いますね、買い方によっては。で、このキャンペーンのポイント加算の予定日なんですけども、au を契約されている方、契約されてない方でも、2021年の1月29日金曜日までをめどに加算されると。で、有効期限もまあ近いです。2021年の2月の15日。 で、ポイントの上限なんですけども、それぞれ5000ポイントまで。で、付与されるこのポイントなんですけど、一応ポンタポイントなんですけども、これは AU p ンマーケットだけでしか使えないポイントとなってますんで、ここは気をつけてください。あくまでも AU p ンマーケットだけで使うためのポイントということですね。で、他にもですね、注意事項結構書かれてますんで、まあ、ちょっとこの時期だったらちょっと僕的に気をつけてほしいのは、この AU p ンのふるさと納税の給付申し込み分は対象外ということですので、結構この AU p ンマーケットね、ふるさと納税の商品取り扱っていることが 多いいんですけどももこっったものは対象外となってますんでここも気をつけてください、まあ実際にですね、このキャンペーン自体で、まあ意外とこうセール商品とかもあったりして、まあいろんなサイトと見比べても、ある程度そんなに変わらないかなっていうふうに思いました。まあ割高かなと思ったんですけども、全然普通の料金だなと思いまして、 まあ個人的にこの買い回りの条件をクリアするために一番いいなと思ったのが、この1000円ポッキリグルメとか、まあ1000円、税込み1000円の条件をクリアするための商品っていうのは結構置いてたりします。まあご覧のような送料無料で1000円で購入できるものっていうのがずらずらと出ております。まあ結構ね <laughs>、写真が美味しそうに見えるので、 まあこれ撮影しながらめちゃくちゃちょっとよだれ出てできそうなんですけども、もし高額な商品を購入した後に買い回りでちょっと5店舗足らないなっていう時はこういった1000円の商品でね、まあ数を合わせるとか金額を合わせるのもまあいいのかなというふうに思います。まあ、ぜひこちら参考にしてみてください。 で、ここからなんですけども、先ほどの注意点とかもろもろを踏まえた上で、実際に僕自身ですね、5店舗買い回りをしてみました。まあ、ちょっと参考程度に見ていただければと思います。で、先にお伝えしておくと、a u p e マーケットの専用リンクはですね、下の概要欄に貼ってますんで、参加される方はこちらからアクセスしてみてください。で、まずはですね、こちらの a u p a y マーケットの画面に入っていただきまして、ここの、まずエントリーを行ってください。もう僕エントリーしてますんで、エントリー済みという風に出ております。 で、先にちょっとここも見ていただきたいんですけども、5店舗を買い回りをちゃんとうまくできると、この1%と出てるものがですね、徐々に増えていきますので、しっかりと5店舗買い回りされる方は事前にここもチェックしておいてください。 で、画面をですね、下に下がっていただくと、還元性のクーポンというのがありますんで、7000以上のお買い物で1000円オフであったりとか、3500円以上のお買い物で500円オフとか、2200円以上のお買い物でぜひ300円オフという風にクーポンも出てますんで、もし利用される方はこちらもぜひ使ってみてもいいと思います。それではですね、僕は事前にですね、あの、お気に入りの方に5つの商品を入れてみました。 ま、上から見ていただいたら、ちょっとカキがですね、セールで1890円。1キロが1890円だったんで、ちょっと今回これを買おうかなと。で、他にもホタルイカの、これス干しっていうんですか、200g、120匹入って1440円。これもちょっと安いかなと思って。で、一番下の牛すじ土手にっていうのですね、これが1000円で購入できたりとか。 で、他にもですね、ちょっと最近部屋を模様替えしてたりしてたので、まあ、観葉植物をですね、二つ購入しようかなと思ったので、ガジューマルの木っていうんですかね、まあ、この木であったりとか、ベンジャビンの苗木っていうんですかね、まあ、これも購入しようかなっていう、この以上、5つの商品を購入してみたいと思います。 で、試しにですね、このお気に入りの中に登録してた牛すじドテニを試しにこのカゴに入れるというところをタップして、そうするとカートの中に入りまして、ご覧のような情報がしっかりと出ております。で、ここの購入手続きへ進むというところをタップしたら、支払い方法の画面に切り替わります。 で、今回ですね、ここに出てるように、本人確認が完了していないため、購入時に選択できるお支払い方法が限定されています。ポイントクーポンもご利用いただけませんということでしたので、今回はですね、ちょっと僕も初めて使うので、ここの本人確認方法を見るというところをタップして、この画面の中で本人確認手続きをバッチリと行いました。結構簡単です。で、それが完了できたら、まあ、ポイント利用とかもできるんですけども、まあ僕は今回、あえて使わずね、このまま次へを進みます。 で、諸々の入力ができまして、ご購入ありがとうございましたということで、これで先ほどの牛筋土手には購入完了ということですね。で、1店舗目がね、クリアすると、ここに出てる通り、1店舗目が1%がクリアとなりまして、次の購入でポイントプラス2%となってます。なので、これを続けると10%まで行きますよということですね。なので、毎回その、買い回りするときに、しっかりとこの部分が反映されているかどうかですね。これをチェックした上で買い回りすれば、対象外とか、まあ、 漏れとかがないようになるのかなと思います。で、参考程度にちょっと5店舗目のところの買い回り見ていただきたいと思うんですけども。で、先ほどお伝えした L サイズの下記 1kg 分なんですけども、この1890円の商品ですね。ここにポイント還元目安ということで225ポイントと出ております。で、このプルダウンをタップしたら、ここにですね、還元再ポイント最大プラス10%と出てますね。 で、通常ポイントとステージに応じてのポイントを合わせて、これで225ポイント分が還元されるということになります。なので、このポイントをもし差し引いたとしても、実質この夏季1キロが1665円で購入できたとっ,って考えると、結構お得なのかなと思います。 この牡蠣は AUP マーケットの中でまあセール商品だったんでまあ購入するタイミングとしてもまあ僕的に良かったのかなと思いますんでもしこの動画を見られてる方で購入される方はですね牡蠣好きな方はいいのかなと思いますちょっとね結構牡蠣に関しては好き嫌いがあるのでまあそこら辺はね口コミとかを見て購入されるのもいいかなと思いますでバッチリですね5店舗達成しましたらご覧のように5店舗達成全品ポイントプラス10%還元という風に出ておりますこれでね買い回りはバッチリとなります まあ、あとはね、上限の5000ポイントまでお買い物される方はまだ続けられてもいいですし、もうここでね、ストップされる方はこれでストップしても全然 OK だと思います。まあ、普段からね、この買い回りとか全然慣れないんですけども、意外とこう参加してみると面白いなというふうに思ったんで、 ぜひね、参加する方法も参考にしていただければなと思います。まあそんなこんなで今回は aupay マーケット還元祭、ポイント祭で25%還元キャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあこのキャンペーンもそうなんですけども aupay マーケットはね、まあ au 回線かつこういった aupay カードとかね、利用されている方であればかなりお得に購入できるのかなと思いますし、なおかつね、僕みたいな au を契約してないユーザーからしてもね、お得に購入できるかと思いますんで、まあぜひですね、気軽に参加さ 参加してみてもいいのかなという風に思います一応ね先ほどもお伝えしたように AEP マーケットの専用のリンクに関しましては下の概要欄にリンク貼ってますんで詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました